ダンダダン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 。はい、どうも皆様こんにちは、ゆうほです。今日はオーラリーの購入品紹介動画撮っていこうと思います。はい、いや今日はね天気すごい良くて、気持ちがいいですね。すっかり秋、まあ時々寒い日があるんでね、一気に冬になりそうな微妙な天気なんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕はですね結構最近アクセクトを過ごしていまして、先日独立報告の動画も出させていただいたんですけれども、それに向けてですねやることがわんさかわんさかと出てくるもので、毎日ねてんやわんやなんですが、楽しくね過ごさせていただいてます。動画を出させていただいてコメントがねすごく、たくさんいただきまして、とってもね嬉しかったです。ありがとうございます。いや、とっても励みになって、これからねもう一心不乱、もう全力全身ちょっとつ猛進で頑張っていこうかなと、そんな気持ちにね改めて気が引き締まった、とってもねいい11月のスタートになったんですけれども、いやまだですねナイスネスのコートとか購入品と紹介できていないものが、あるんですけれども、順次ねアップしていこうと思いますので、ちょっとね待っててください。この秋冬はですねまだ4点ぐらいしか購入してなくて、意外とこう何買っていいかっていうところは定まらないまんま、12月迎えようとしていて、ちょっとね動きの鈍いシーズンになっていますね。そんな中ねオーラリーはもう着々と買い揃えているんですけれども、先日 Vlog で紹介させていただいたこちらのデニムペインターパンツを今日は紹介していこうと思います。レッツゴー。今回購入させていただいたのは中目黒の人気セレクトショップカバーコードさんです。朝1時間前ぐらいから並んだんですけれども、すで、にね数十人並んでおりまして、ヒヤヒヤしたんですが、激戦の結果無事にね手に入れることができました。今回購入したのはこちら、オーラリー 24AW で大注目の新型のデニムパンツ、セルビッチフェードヘビーデニムのペインターパンツブラックです。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、このデニム、サイズ4番、カラーがフェードブラック、お値段4万8400円となっています。商品の特徴はですね、ヴィンテージデニムの風合いを目指し、シャトル織り機にてゆっくりと時間をかけて織り上げたやや厚めのデニムを使用したペインターパンツ。熟練した職人により一枚一枚手作業でいくつもの細かい加工をし、絶妙な色落ち、風合いを表現しましたということですね。はい、まあこれに関してはもはや説明不要の大人気、大注目の今季を象徴するような、アイテム、そしてオーラリーの新型のデニムということで、発売前からね凄まじい人気を博しておりました。でこのデニムに限らず今季のオーラリーの人気っぷりはねもう凄まじいですね。はい、というのも多分パリのコレクションにて評価がね今グイグイと上がってきていて、今やもうジルサンダーとかルメールとかザローとかね、あの辺の人気ブランドと肩を並べるような、そんなね評価をされているみたいです。特にアジア圏の中国人、韓国人の方からのね人気がすごくてですね、まあ、セレクトショップの並びとか見ていると、やっぱり日本人より外国人の方の、人数の方が多いような気がします。もうグループで5、6人とかでね集まってみんなで買っていくのを見ると、そりゃ買えなくなるよなというのを、肌でね感じました。はい、オーラリーが使ってる素材ってベビーカシミヤとかもそうですし、スーパー160とかあの辺の素材って、まあ、ザローとかルメールとかでも使っているような高級な素材なんですけれども、でもザローとかだと10万20万とかするようなものを、まあ、このデニムに関しては5万円ぐらいで買えちゃうわけで、まあ、そちらのブランドに比べると、まあ、庶民的というか、そういうところもね、オーラリーの人気なポイントなのかなと思います。で近くで見てみるとですね、この職人さんの技によって加工されたこのフェード、まあ、落ち具合がですねすごい雰囲気よくて、裾に向けてグラデーションがかって黒くなってきています。まあ、パッと見ちょっとこうグレーにも見えるようなねカラーリングなんですけれども、単色の黒と違ってすごいこうヴィンテージ感あるというか雰囲気ありますね。はい、オーラリーの人気のセルビッチデニムシリーズ、去年のものとねちょっと比較していきたいと思うんですが、
さっきまで履いていたデニムなんですけれども、今ね、パンツ一丁で動画を撮っておりますので、よろしく。今回はね、ヘビーデニムパンツということなので、ヘビー、まあ、やや厚めの生地感で、触るとね、こう張り感があるのがね、わかりますね。なので、履いた時にね、こうクシャッとなるというよりは、まあ、このままの形を維持しつつ、裾に向けてこうクッションが入っていくような感じになります。で、去年のものはライトデニムと名前がついている通り、結構柔らかくて薄めな生地を使っていますね。まあ、薄めというよりは、まあ、今回が厚いって感じですかね。シルエットは、リーバイスの517のようなこう裾に向けてややリフレアしていくような形です。なので、もものところが若干こうシェイプが、気持ちシェイプが入っていて、で裾に向けて広がっていくので、まあ、足がこう長く見えるようなね、こういうシルエットになっています。今回は、まあ、もものところはね、結構ゆったりめに作られていていて、そこからストレートになるので、このもものところの差がね、去年のものとあるのかなと。なんで今回の方が、まあ、ワイドでこうゆったりとしたシルエットに変わっていますね。はい。で、こちらのペインターパンツの他にもう一個ワイドデニムという型が存在してるんですけれども、そっちもね、めちゃくちゃ人気で、どっちもね、すぐさま完売してしまうような人気アイテムなんですが、そちらはややテーパードかかっています。なので、靴に当たった時の、あのこれクッションの入り方が若干違いますね。こう517のように少しビフレアになってる方がこう抜けてくので、すっきり見えるような感じなんですが、まあ、これもね、まあ、ビフレアといっても、まあ、ストレートに近いので、まあ、たまるとは思うんですけれども、まあ、テーパードかかってる方が裾に向けてこうクシャッとなるような感じがするので、まあ、靴、ボリュームのあるような、ね、こう靴を選ぶときにはちょっと、ね、こうバランス感がね、考えなきゃいけないところなのかなと思います。僕は今回このペインターパンツはサイズ4番で選んだんですけれども、発売される前からウエストが結構でかくてどうしようって悩んでる方多かったと思うんですが、ウエストで合わせると僕はどれも合わないので全体のシルエットを見て決めました。で、ペインターパンツっていうのはもともと、まあ、名前の通り、ね、絵描きの方とかが履くようなね、こういうハンマーループついてたり、まあ、ポケットがねちょっと多く入ってたり、バックポケットを少しこう大きく作られていたりするので、まあ元々の履き方でいうとちょっとルーズな緩めなね感じで履くのがいいのかなというところで、サイズ4番にしています。多分このサイズ感だと僕は3でも履けるはずなんですが、まあ、4ぐらいのこうリラックスした感じが今回の、ペインターパンツの雰囲気を出すにはいいかなと思いましたね。はい。で、これ同じサイズ4番なんですけれども、やっぱね、こっちの方がこう太いですね。うん。で、昨年のデニム僕めちゃくちゃ気に入ってるんですけれども、これね、本当に足のラインが綺麗に出るデニムなので、一見名前が一緒で生地が違うだけでしょって思いがちなんですが、去年のものもね、凄まじい神アイテム、神パンツですね。はい。どっちもね、今本当に気に入っていて、購入できて本当に良かったなと思っていますね。今回のね、フェード具合が本当に、絶妙で、あの真っ黒のデニム僕もう一本持ってるんですけど、真っ黒のデニムって意外と履かない。うん。やっぱコーディネート単調になっちゃうなーって、本当に上と下っていうような感じのコーディネートになっちゃうので、なんかね、履かなくなっちゃったんですけれども、フェードのこのかかってる具合がね、本当にいろんな色をね、拾ってくれるし、どのアイテムともね合いそうなので、非常にいいかなと思いました。これ余談なんですけれども、今出ているワイドデニムペインターパンツのこのインディゴのカラーリング、結構ね、黄色いヴィンテージ加工がね強く出ているので、昨年のものと比べると、雰囲気がね結構変わります。今年のものの方が黄色みが強いので、よりこうカジュアルな雰囲気になるかなと。で、去年のものの方がまあ少し青く見える、加工もねそんな白く、していないので、こうすっきりね、清潔感のあるきれいめな感じで履けるかなというところで差があるような気がしますね。で、来季の 25SS のオーラリーのルックでですね、タンタケの MA1 とかちょっとカジュアル要素強めなねアイテムとかも結構出てくるので、カジュアルっていうのがトレンドの一つ
に今後なってくるというかもうなってるのかなというところで、まあ、今回のデニム黄色みがちょっと強くかかっていてヴィンテージ風になってるのも、まあ、カジュアル感を出すためのアイテムなのかなと。なんで去年からのこう移行っていうのはね、その色だけ一つ見てもね、感じ取ることができますね。うん、まあ、個人的には僕こっちの色の方が好きです。はい、綺麗めにね、履けるので、23AW のセルビッチフェイドライトデニム、まあ、今売ってないんですがメルカリとかで見るとまだプレネでね、あの数点あったような気がするので、まあ、自分の雰囲気に合わせてね選ぶのがいいのかなと。はい、ということでちょっとね履いてみたいと思います。よし、さあ履いてみるとこんな感じです。いや、すごいかっこいいですね。シルエット綺麗です。やっぱこう履いてみるとこのあのヘビーデニムっていうこの厚みをね感じますね。柔らかくくしゃっと落ちるというよりはね張り感がある感じで、まあ、もうちょっとこう履いていくとね馴染んでくるのかなといったところなんですけれども、この赤いパキッとした色ともね合いますね。これが下真っ黒なねデニムとかだとすごい赤と黒で単調になっちゃうんですが、フェードが入って白っぽいグレーが入ることでね、奥行きが出るような感じがしますね。めっちゃいいなこれ。ちょっといろんなものにね合わせてみたいと思います。はい、ということで、オーラリーのモヘアのニットのベージュと合わせてみました。このベージュと黒の、ね、色合わせが冬っぽくてねいいですね。都会的で洗練されてる大人の男って感じでかっこいいです。いや、これ合うな。これがさっきの赤より全然合うような気がする。はい、またまた着替えてきたんですけれども、いろいろと、まあ、話題のいろいろと話題の青のチェックシャツと合わせてみました。まあ、上がね結構こうほのぼのした雰囲気というか色なんで、下はこう引き締めるようなね黒を持ってくると、まあそれは間違いないよねというところで、いいですね。いい色合わせ。こう見ると赤ベージュ青と、まあ、正直合わないものないんじゃないかなって気はしますね。うん、でこのパンツのシルエットはやっぱり少しワイドなんですが、やっぱりオーラリーのこう綺麗め要素みたいなのはちゃんと残ってて上品ですよね。うん、ただワイドでぼってりとしたシルエットというよりはそのオーラリーらしさみたいなところがねちゃんと組み込まれていて非常にねいいシルエットですね。お尻周りもあのすごいこう綺麗に見えるし、スタイルがねこうよく見えるような、ペインターパンツってあんまないんじゃないでしょうかね。いいっすね。はい、で最後はちょっとジャケットに合わせてみたんですけれども、綺麗め大人ファッションいい感じです。これね前焼きタックインでジャケット羽織るの最近ハマってるんですがいい感じですね。でもこうオーラリーは王道シンプルど真ん中って感じのブランドなのに、我々の半歩先ぐらいを常にこう牽引してって導いてってくれて、飽きられないのがなんかやっぱすごいなって、引き出しいろいろ持ってんなっていう感じがねしますよね。で色が例えばねこうモヘアのニットとか色違いが出ましたとかってなっても、なんだただ去年の色違いかよっていうよりはその色自体がすごくこうインパクトで魅力的で、あのちゃんと話題になって人気があって完売していくってやっぱすごいことだよなって思うんですよね。例えるならなんだろうな、ミスチルみたいなあのド定番のトゥモローネバーノーズとか名もなき歌とかめちゃくちゃみんなエブリシングとか S とか大好きなやつあるじゃないですか。あのそれにで人気がバーンって出るんですが、ちょっと毛並みの違う歌とかもたまに作ったりするんですが、ちゃんとサインとか印とか、360何日だっけとかああいうのとかを、あとほら花火のやつ、花火とかさ あるじゃないですか、花火ああいうのを作ってこの過去のこの名作をちゃんとこう超えてってアップデートしていくっていうところを作業って
こうすごいことじゃないですか。どうしてもこの引力に引っ張られちゃうんだけど、ちゃんと定番を塗り替えていってる、ニュースタンダードを作っていってるって感じがするんで、オーラリーもね、オーラリーらしさみたいなところで、オーラリー自身が悩むみたいな、ところもあると思うんですが、しっかりこうアップデートしていって時代に合わせて変化していってる。しかしオーラリーらしさをちゃんと忘れていないみたいな、いやすごくね、こう素敵なブランドだなっていうところをね感じますね。はい、で今回はねオーラリーのデニム紹介動画だったんですけれども、もう11月末そして12月になったら多分ね 25SS のアイテムの情報もね出てくると思うんですよね。早いね。もうさ、最近ずっとこのデニムを追っかけて、オーラリー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 って感じで、もう寝ても覚めてもオーラリーってことを考えてたからさ、もうなんか疲れちゃったんだけどさ、またそれで 25SS のアイテムがさ入荷されたら、もうほんと嫌になっちゃうよ。頼むぜマジで。 25SS のねルック出てからもう何ヶ月経つんだって感じなんですが、デニムを買ってね一段落ついたので、そのねレビュー動画もね撮っていきたいと思いますので、また動画ね見てください。はい、ということで今回はオーラリーのデニム購入品紹介というところで、参考になった方はチャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。